ここからならホローエリアの管理システムにアクセスできると思います。やってみます。開きました。少し待ってください。これはプレイヤーデータと AI データの重複チェックシークエンス。あ、中でエラーが発生しています。はい、重複チェック中に想定外のエラーが発生したようです。では実在するプレイヤーのデータをもとに AI の ID を作成しています。ただホローエリアには実在のプレイヤーとそのプレイヤーの AI が同時に存在しないように ID の重複チェックを行っているんです。その通りです、パパ。AI を優先的に削除する仕組みになっていますので。ホローエリアでは同じプレイヤーが存在した瞬間、AI が同時にいることを NG と判断し、ID を削除します。人を使用したテストデータに支障をきたしてしまう可能性があるためですね。この重複チェックにより本来は絶対にプレイヤーと同じ AI は出会わないのですが、重複チェックの最中にエラーの原因が発生したみたいです。パパ、その原因ですが、はい、わかりました。これはフィリアさんです。パパ、嬉しそうですね。そうです、その時は一時重複チェックの機能が作動していなかったと推測されます。イレギュラーが重なり本来起こりえない出来事がフィリアさんを特殊なステータスに変え、エラーとして認識されていると思われます。はい、ですがこのコンソールではエラーを解除できません。この管理区のどこかにある中央管理コンソールにアクセスする必要があります。パパ、
度戻りましょう。ママたちも心配していますから。パパに喜んでもらえて私も嬉しいです。Thank you.
よし。まあね、出物があるって聞いて見てきたんだけど、どれもいまいちだった。付き合う？なんだ。付き合うってそういうでも面白そうね、その話。いいでしょう、一緒に行ってあげる。あんたから誘ってきたんだから当たり前でしょ。その代わり、本当にいいものだったら何か作ってあげるから。じゃあ、準備しないとな。どうかしたの？キリト、行くわよ。よろしく、キリト。
の？代物だわ。向こうではお目にかかれない。しかも他に競争相手がいない。つまり取り放題ってわけね。うん、なんだか楽しくなってきたわ。見張ってて。キリトの実力なら大抵の敵は一人で大丈夫でしょ。返事は。うむ、よろしい。ストレージも埋まってきたかな。まあ割といっぱい。石取ってるところだと、ほら競争とかあるからさ、つい取れるだけ取っちゃおうって気持ちになっちゃうんだよね。それにここの鉱脈、いくら取ってもストップがかからないんだもん。システムの不備なのか、それともただ運がいいのか、まあどっちでもいいんだけどね。うん、もう満足したし、仮にうちの店に寄って行って。どんなアイテムが作れるか調べてみるから。
That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. It's no use. He's gone over the edge.